と、現在旅行中で友人の子供振り回されてます。疲れると話しかけても無言で不機嫌。旅行の料亭は丸投げで否定無限だけ。私が眩しくて寝られないときでも電気をつけてもよかし。など、普段とはかけなかったらないです。えー、先ほど不機嫌なことだけ謝ってきましたが、その振る舞いを自覚していたのかは信じられません。今後は距離を置きますが、こんな人には何言っても借りませんか借りません。えー、また旅行で態度が変わるような人を見分けるにはどうすればいいでしょうかえっ、ー、と、あの、辛い思いをした時に人間で本性が出るんですよね。で、あの、ここでやるべきことは、相手に気を使わないってことなんですよね。 もう丸投げなので、あの、わかったわかった。もう一人行動するわ。お互い勝手に好きにやろうぜって言って、相手のことを意識しないで、普通に楽しく旅行をするっていうのが正解だと思います。で、相手がごめんって謝ってきて、それでじゃあ自分に乗っかるんだったらどうぞ乗っかりたければ乗っかってくださいと。ただそれが嫌だったら別にあの個人で動くんで、あの別に好きなようにしましょうっていうので。要はその不機嫌にすることで、そのなんか自分に対して何かをしてくれるだろうとか、黙ってるだけで相手が何かしてくれるだろうっていうふうに期待する人に対して、 でそれを提供してしまうと結果としてそれが続いてしまうのでなので手伝わないっていう方がいいんじゃないかなと思いますけどいい人でい続けることが不可能であるっていうのをまず自覚した方がいいと思いますよね 例えば、周りの人っていうのが、じゃあ、10人ぐらいで、あの、困ってると。なので、じゃあ、毎月1万円ぐらいだったら払えるよ。だって困ってるんでしょっていうのが、まあ、多分普通の人できると思うんですけど、じゃあ、周りの人100人になりました。1人1万円ずつ払えますかで、そのうち、やっぱ俺5万円欲しいですってなってる人もいて、でもいい人だと払わなきゃいけないじゃないですか。ってなるので、その、いい人でい続けるって不可能だと思うんですよ。時間とかお金とか、心の言うとかって有限なので、なので、その、どこかで、あ、これ以上俺無理っすって必ずなるんで、 なので、その、最初からなんかいい人を偽るっていうのをやめた方がいいと思うんですよね。で、あの、いい人を偽らなくても、別に人間関係って普通にできると思うんですよね。要はその、いい人を偽って、途中からできなくなると、性格が変わったとか、本性はこうだったをね。だから信用できないってことなんですけど、最初からクズですっていうので仲良くなると、別にクズだから、そこまで期待してないしっていうので、別にその、何か暴かれることもないし、普通の人間関係が続くだけだと思うんですよね。 なのでそのなんか、いい人ポジションを無理して取ろうとするつレンれレされを信じたっていうのが失敗の原因じゃないかなと思います。あいつ6のやつじゃないんで。えー、どうもこんにちは。一見いい人そうな人が騙してきたり、優しそうな人がドエスだったり、癒し系っぽい人がサイコパスだったりといった事件が僕の周りで多発しています。いろいろ考えると一見不愛想で裏表なさそうな人が一番マシだったというケースが多いんですよね。えっと、あの、優秀な人っていい人である演技をすることが得意なんですよね。 役者さんという職業があるのがわかるように、いい人の役をやってる人っていい人に見えるじゃないですか。なので、人間っていうのは、いい人の演技というのは簡単にできるっていうことをまず知っといてください。要は、あの、いい人そうに見えるっていうのは、いい人である場合と、あの、いい人を演じてる場合があって、で、世の中に本当にいい人はかなりレアなんですよ。 なので、いい人に見えるやつっていうのは、大体演技してるやつなんですよ。僕の主流で死んで魚用意してるデブで性格のなるおっさんがですけど、で、あの人、いい人そうって言われることが多いんですよ。まずあの、デブってなんか知んないけど、優しそうとか、包容感ありそうとかってなんですけど、あれは、タイダで飯食ってて、よくわかんない、あの、なんか、脂っこいものばっかり飲んでたりするからデブなんで、別に、性格がいいからデブなわけじゃないんですよ。単に、タイダで飯食うのが好きだからデブなだけで、人の良さとは全く関係ないんですよ。でもなんかデブなだけで、 なんかいい人そうみたいな誤解をする人がいるんですよ。なので、見た目でいい人かどうかって判断するの良くないと思うんですよね。で、基本的に本当にいい人って多分痩せてると思うんですよね。 いい人って基本的にはその気が利く人で、で、気が利く人って、その相手がどう感じるかどう思うかっていうのを見て、それで行動を変えたりするんですよ。なんか困ってそうだったらあれ困ってるどうしたのとかだったり、そのお腹減ってそうだったらお腹減ってるとか言ったり、なんかあれなんか探してんのみたいな、その相手の状況に気づく人っていうのがいい人だと思うんですけど、で、そうすると、その周りから、お前デブじゃねとか、なんかお前ブヒブヒ言ってねみたいなこと言われると、あ、自分がデブだから周りに不快感を与えてるんだ。じゃあ痩せようってなったりするんですけど、メープル 牛脂おじさんみたいな人って、周りにその不快感を与えつつもずっと。なんかメープルシロップ飲んだら牛脂食べたりするんですよ。夏場にめちゃめちゃ暑いからちょっとなんとかしてると思うんですけど、なんかデブがずっと汗垂らしながらメープルシロップ飲んだりするわけですよ。よっていうのがあるので、基本的にはそのブヒブヒ言ってるのはデブっていい人いるはずないんですよ。で、周りがどう感じるかっていうので、その自分の行動を例えば、じゃあ,あのお腹減ってても食べないで、ちょっと痩せようみたいなのがあったりするので、痩せてる人の方がいい人率が多いはずなんですけど、なぜかデブの方がいい人って言われがちなんですよね。不思議です はい。